はい、貯金箱、100円均一で買ってきた金属製の貯金箱、大小、大が外側、中が内側、内管でね、二重構造になったウッドガスストーブを自分で作ってみた。まあ、空気が通るね、穴をあちこちに開けて、それで、上昇気流がですね、内管の上側の穴から、供給されて、それが、二次燃焼を起こしてですね、下の燃焼プラス上の二次燃焼で強力な火が起きるというのがウッドガスストーブの仕組みのようなんですが、まあ、これがねちゃんと二次燃焼が起きているような気がするします。そんな感じがしませんか。これ上のね、穴のところから、炎が出ている、下からも出ているけど上からもう一個、炎が出ているので、これが二次燃焼なんだろうというふうに思っているんですけどね。まあまあなんかでもいいですよね、こうやってね、焚き火というか自然のね、炎を見ているというのはそんな感じしますが、まあ、この、100円均一で作ったウッドガスストーブは、とにかくちっちゃいですから、あの外管内管のね燃やす管なんて本当にちっちゃいんで、あんまりたくさん燃やす材料を入れられないので、これで焚き火しようと思ったらどん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 燃料を追加して入れていかなきゃいけないような状態かとは思うんですけどね。まあでもあのアナログ的にね作ってみて面白かったというのはあるんですが、二次燃焼なんかでもしてますよね。これ上の穴のとこから空気が供給されて炎が強くなって、これももうちょっと消えかけてますけど、左の部分二次燃焼している状態ではないかと思います。まあまあ成功だったんではないでしょうか。